はい、パーソナルトレーナーのゆうじです。今日は初心者でも三頭筋にバンバンに効く筋トレということでね、まあ、男にとってね、やっぱりね、太い腕というのは憧れがあると思います。で、まあ、初心者の人でもね、できるだけ早くね、腕を太くしたいという人もいるかと思います。ただね、初心者の人が追い込むとかね、筋肉にしっかりダメージを与えるというのがなかなかね、難しかったりしますね。なかなかね、三頭筋に収縮するね、その感覚を得られなかったり難しかったりすることがあると思うんですけど、まあ、今日をやる方法でやっていけば、もう正直言って本当にもう多分今回1回目から三頭筋はバンバンにねパンプアップするという感じは得られると思います。で、今日やる方法というのは2つのエクササイズを合わせていくというコンパウンドセットでやっていきますね。同じ筋肉に2つのエクササイズをつなげてやっていくというコンパウンドセットでやっていけば、かなりね筋肉の張りパンプアップ、血流が増してくると思います。まずはですね、ライングフレンチプレス、ダンベル2個を持ちますね。これまあ、本当に初心者で5、6キロでもまあできるんじゃないかなと思います。ある程度の人であれば、まあ、8キロ、9キロでも大丈夫かなと思いますが、寝転んで、まあ、ベンチならベンチで寝転んでもいいですね。まあ、こういう床でも構わないですね。その中で、まず腕、今これ垂直ですけれども、垂直から、まあ、20度、30度、ちょっと倒します。ここを肘の中心として、ここを中心に頭の横まで下ろします。そして絞る。肘を動かさないように絞る。肘を動かさないように絞る。この時に小指薬指だけを強く握って、人差し指とか親指はあまり強く握らないですね。強く握らずに肘を中心に絞っていく。この時に気をつけたのが、肘をこっちに動いてしまうと、これ今三頭筋伸び縮みないですね。肘が動かないように絞っていくという感じで、ほとんどねこのようにこうチョップをしていく感じでいきます。チョップしていく感じ。まあ、多少肘がね、微妙に広がるぐらいまあいいんですが、あんまり広がらないと思います。自分ではまっすぐこの平行にチョップしているという感じでやってほしいですね。もう一個気をつけたのが、これね、上げることだけを、とにかくここだけを上げるようにしようと思っていると、この肘がね、今ね、さっきは肘がこっちに、上げるときにこっちに動いて、戻すときにこっちに動くとダメですよって言ったんですけど、逆の人もいるんですね。これが、今まあこの状態でやっていくと、ここを支点にしてほしいのに、こういう感じ、ほら。ここから離れる、ここからね、伸ばしてるようで、今こう僕、こっちの手を動かしてないんですよ。手を動かしてないんですけど、ここが離れる感じでやっていく人もいるんですね。これだと、ショルダープレスみたいに三角筋で肘を引いてるから肘が伸びてる感じになっちゃって、三頭筋ではなくなっちゃうんですね。このやり方だと、三頭筋の負荷がかなり減ってしまいます。ので、ここのポイントが、ほら、こうへっこむんじゃなくて、ここは、何も動かないような感じでやってほしいです。ほぼ何も動かない。実際にはちょびっと動かちゃうかもしれないけど、一番良くないのは本当にこのへこむ感じで、とにかく上げてます。ってやると肩になってます。から、肘がね、ここがへこまないような絞り方をやっていくというのが一つ。で、重さの設定としては、12回から15回にもう上がらないっていう限界が来るところの重さでやってほしいです。軽すぎてもダメだし、8回ぐらいしかできないの重いのがちょっと、あんまりパンパンな感じが得られないので、12回ぐらいで限界が来るような、上がらないぞっていうような重さでやってください。ただしこれギュッと整えながら、肘を整えながらというので12回限界という感じで、これが終わったらすぐにリバースプッシュアップいきます。ライングフレンチプレスが終わったらすぐにこのリバースプッシュアップ、まあ、ベンチもしくは椅子を使いますね。で、座ったら自分のお尻のすぐ真横、広くしない、狭いところで、肩の真下、お尻の真横に手を置きますが、手がギリギリ前です。落ちそうなくらいギリギリ前のところでもいいです。まあ、こういう椅子の場合、ちょっとバランス気をつけなければいけないんですけど、ジムのベンチの場合、かなりギリギリに置いて構われる。あんまり深く置かない方がいいですね。そして、足、かかとを置いたら、つま先上げます。これなぜかというと、体重全部こっち腕に乗っけてほしいから。これやってると、体重こっちに乗っちゃったら、こう、逃げちゃったんですね。逃がさないようにしながら腕に全て体重を預けて、で、背中丸まらない。ちょうど今僕のこの白い線見えますね。白い線がこの丸まった状態じゃなくて、胸を持ち上げて反ってる状態、しかもお尻がついてる状態、このままで肘を曲げる、絞る、曲げる、絞る。頭が巻いて胸へこんでると、これ肩、こっちの三頭筋の起死の方ですよ。これがね、逃げてるので逃がさないです。それを逃がさないように重心こっち、こう反らしたまま、絶対に反らしたまま、それでできる範囲のみ肘を曲げて絞る。肘が後ろ側ですね、後ろ側に出ていくような感じ、
肘が動かない、肘の位置が動かないで体が前に出るので、これも肩の前ばっかり伸びてしまうので、肘が後ろに出るような感じで絞る。あまり落ちすぎなくてもいいです。まずポジションキープです。胸を持ち上げて頭この位置、お尻スレスレでお尻が離れないように肘だけで曲げて絞る、曲げて絞る、曲げて絞る、曲げて絞る。これを10回。今のをあまりできないのにとにかく下ろそうと思うと体前に逃げちゃったりとか、肘が開きすぎちゃったりで、一番自分で分からなくなるのがとにかく丸まってる感じ。これね、今僕こうやってやると全然三頭筋に感じないです。この状態、胸を持ち上げて背中反ってでっちの状態で腰反らして、この状態で肘の曲げ伸ばしでやると、もう今の2回ぐらいでもギュッときます。で、今のまずこのリバースプッシュアップもうまく効かせなきゃいけないし、最初の最初のライングフレンチプレス、これも12回ギリギリすぐにやって、すぐにね、ベンチならベンチやって、そこから起き上がってすぐにリバースプッシュアップに入る、間を置かない、12回プラスこの10回という、これがひとまとまり、ひとまとまりでやっていくということ。このパターンであれば最初にね、予備疲労法といって三頭筋だけをかなり疲れさせる。でそれからリバースプッシュアップ、リバースプッシュアップで実際肩の前も入りますから、そういう他の筋肉もちょっと使いながらも三頭筋を追い込む、さらにダメージを与えるという感じでやっていくんですね。そうすると、ほとんどね、初めての人でもこのパターンであればかなりパンパンになります。これをね、1回やったら、まあ、1分90秒休んでから、もう1回やるという感じで3セットやってみてください。初心者としてもこれを3セットやればかなりパンパンになると思いますね。でただそもそもこのリバースプッシュアップをやるほどの筋力はねないですよ。あるいは結構この辺が大きくて体重が重いのでこれがなかなかできないですよという人の場合には、このパターン逆にします。逆、最初にリバースプッシュアップをやって、こっちならまあなんとか少しずつちっちゃくできる、これが終わった後で寝転んでライングのフレンチプレスを、まあ、12回ギリギリの重さを正しく正確にやっていくという感じで、この大から小の方に移っていくパターンでもいいです。そこは、自分の筋力とか、やっぱりこの自分の重さが、ウエイトになってきますから、その自分の体重との兼ね合いになってきますけども、自分の筋力できるかできないかによってその選択肢を選んでほしいなと思います。まあ、そんな感じで、違う種目、違う刺激の三頭筋を2種類ぶっ続けでやっていくという、このコンパウンドでやっていくことでかなりね、うまく追い込んでいけると思いますので、それなら初心者の人でもやっていけるかなと思います。はい、まあこれはね、一つのパターンとしてちょっと組み込んでほしいですね。結構ね、早い段階で三頭筋はそれで出来上がってくると思います。はい、頑張っていきましょう。パーソナルトレーナーの伊地でした。